では両チームのメンバーをフォーメーションで見ておきます。まずホーム千葉のメンバーです。ゴールキーパーは鈴木亮太、ディフェンスラインは右から高橋、新井一輝、鈴木大輔、日高、中盤は中央に田口と三木、右に田中和樹、左にドゥドゥ、トップ下に風間、前線に小森が入ります。前節と全く同じスタメンできました千葉です。続いてアウェー秋田のメンバーです。ゴールキーパーは囲い、ディフェンスラインは高田、阿部、川野、飯尾、中盤は諸岡と藤山のボランチコンビ、右に畑、左に水谷、前線2トップは斉藤と青木です。こちらは4試合続けて同じ先発ということになりました。川野を狙ったボールです。競り勝つ、クリアボール拾った小森、3人に囲まれながらボールをキープ、ドゥドゥが追い越してくる、右を使います。田中和樹、高橋一生、折り返す、ファーサイド、ドゥドゥ、先制ホームの千葉、あっという間に先手を取りました。開始3分、ドゥドゥこれで加入後4ゴールになりました。ここで時間を作られて、まあ、追い越してくる、まあ、それで右サイドの選択で、ここで縦の関係でクロスオーバーをかけるんですけども、この後大外ですね。でこの最後のドゥドゥのシュートに対して、これ右が関わってオフサイドじゃないのかという囲いのアピールだと思いますけども、オフサイドではないですね、はい。今今シーズン日本人一人でやっぱ2桁取れるっていう小森の存在は非常に大きいと思います、はい。でここに来てドゥズの加入ですもんね、ええ、うん、前向けますよ。水谷中央、斉藤倒される、ノ、粘った、畑のシュート、右足叩き込んだ、劣勢だった秋田、前半のうちに追いつきました。1対1、畑純喜今シーズンの3点目。このセカンドボールを拾ったフリーな状態で前を向いて仕掛ける、まあ、少し田口のアプローチが遅れたっていうのもありますけれども、はい、うまくディフェンスに体を当てながら、や、腰を切って反転してのシュート、それもセオリー通り逆サイドに狙ってますもんね。いいコースでしたね。鈴木大輔、日高、ドゥドゥ、ミキ、切り返す、ミキ、ミキの右足、巻ききれませんでした。そうですね、左のドゥドゥから受けて、まあ、そこにリターンでドゥドゥを使うっていう選択肢もあったんですけれども、コントロールショットで逆の角でしたね。イメージは田口、落ち着いてワンタッチでつなぐ、見事ですね、はい。高橋一生がボールを運んでいきます。アーリークロス、速いボール、ドゥドゥだ、速いクロスボール、戻ってきた高田に当たって、最後はゴールに吸い込まれました。オウンゴールで千葉勝ち越し。アーリー気味のボールで中のターゲットも入ってただけに、やっぱこう難しいですよね。まあ、高田からすると裏の小森も見えてますから、そこ触らないわけにはいかないわけですよね、はい。藤山から諸岡、おっと奪った、ドゥドゥ、ドゥドゥつなぐ、風間切り返す、折り返す、ドゥドゥ、囲いのストップです。青木、水谷がつなぐ、梶谷、青木、梶谷抜けてくる、ダイレクト、ツートップで決定機を作りました。しかし面白いアイデアでした、まあ、ボールをもらうそのディフェンスのポジショニング、中村、高田が追い越してくる、高田のクロスが入る、ヘッド、クロスバー、まだある、斉藤、
まあ、斉藤も少しデコでヘディングというよりもちょっと脳天に近かったのでね、はい、逆サイドへゴヤゴヤ切り返すゴヤまだある日高タコイがセーブしてコーナーキックです。アディショナルタイムに入っています。表示6分ルソール拾う高田柔らかいボール折り返すタジヤ決定機でした。いやオフサイドはないですから、はい、いいよ頭で触ってここで長いホイッスル千葉逃げ切りました。これで4連勝昇格プレーオフ圏内入りへ終盤戦一気にギアを上げていきます。最後は粘る秋田を振り切りました。